皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日紹介しますのはゴジラストア限定ムービーモンスターシリーズよりビオランテよいしょ荷重形態ということでね、いやー出るとは思わなかったですね。こういうサプライズは非常に嬉しいですね。まあ本当にね、発売されると思ってなかったっていうか、誰が欲しいのよっていうようなもんなんですけども、私もねこれね、食玩かなんかのソフビで、ちっちゃいのが売ってるんですよね。それがね結構いいお値段するもんですから、まあオークションとかメルカリとか見ても、まあどうしたもんかなっていうね、あんなちっちゃいものに5000も6000も出すのもなんだし、とは言ってもムービーモンスターシリーズとかね、他のフィギュア関係でこれがね出るとは思えないしというところで、まあなんかね長年くすぶっていたんですけども、くすぶっていた気持ちがね、それがね今回はねパッと晴れやかにね、いやとうとう立体化されましたかっていうことでね、こんなちゃんとしたソフビになるとね非常に嬉しいですね。まあやっぱり自分と同じような気持ちの人がやっぱり結構いたのかなっていうところでね、まあ今回ねちょっと横に見ますけどゴジラマイナスワンね、非常に優れた映画だと思います。面白かったでね、シンゴジラもねやはり面白かったですよ。素晴らしい作品でしたね。まあギャレゴジなんかもね、まあそれなりに楽しめましたよ。面白かった。まあそんな中でもねやっぱりまあどれが一番ってつけるのはね非常に難しいと思うんですよ。まあ今のご時世だからこそできた映画って感じもありますのでね、CG なんかのない時代の映画ですから、ゴジラ対ビオランテの頃あったかな、ないね。そんなねバリバリに CG 使って何かをやるなんてことはまだねパソコンとかコンピューターの性能的にも無理だったような話だと思いますよ。まだねバーチャファイターとかができる前の話ですからね。コンピューターグラフィックスでね、なんかもう何か車1台作るったってマッチ箱みたいなような車をね、直線の上を走らせるだけでもねパソコンが悲鳴を上げてたような、なんかそんな時代ですよ。まあ本当にねゲーム会社で働いたもんというか、そういうな実験はねちょっとやってはいたんですよ。ワイヤーフレームでどこまでできるかとかっていうのはね、もうとてもじゃないけど届くて 3D なんかね難しいなっていう、まあすごいねゲーム機でもねむっちゃ、高性能なやつをねなんとか駆使すればねそれっぽいものはできたんですけどね。というところでね、それから先、パソコンというかねコンピューターの方の技術というかね、まあ性能がねどんどん飛躍的に毎年毎年ガッシリ上がってきましたからね、まあそんなのもあったと思うんですけども、まあ 3DCG とかのない時代にここまでのものができたっていうのと、やはり映画としてね、映画としてね、まあ悪いんですけど、それ前のゴジラ映画っていうものは、まあ怪獣送信劇まではね娯楽作としてすごく面白かったと思うんですけども、やっぱりゴジラの息子ですとか、ゴジラの息子はその前か、まあねオール怪獣ですとかね、ゴジラ対ヘドラ、ガイガン、メガロあたりになってくると予算的にも全てにおいて厳しくなってきて、まあテレビのウルトラマンなんかとね大して変わんないような枠でやってたっていうところではね、もうちょっとゴジラ映画も本当に人には勧められないなっていうところでね、私も見るのをやめていたと。それでまあ1984年のね、ゴジラ、ここにあるゴジラね、まあ沢口靖子さんと田中健さんのゴジラを見た時もね、まあ武田鉄矢さんなんかも出てましたけども、まあねちょっとね、そんなにはね、まあ、感動はしましたけどね、面白いっていうかね、映画として面白いかっていうかね、人に勝手に勧められるかって言ったらそういうもんでもなかった。まあゴジラ映画としてはこんなもんなんだろうなっていうような諦めみたいのもあったような時に出たのが、まあ1989年の、まあ、なんと平成1年、まあ平成元年ってやつですね、 に公開されたゴジラ対ビオランテっていうのがね、今までのゴジラの映画のね歴史を変えたっていうかね、もう本当にまあ、ゴジラ映画っていうのはまあこんなもんでしょうみたいなところがあったんですけども、ここではですね、まあどんだけ詰め込むんだよっていうぐらいね盛りだくさんなものを詰め込んで、まあ最初から最後まで飽きずにね、これでもかこれでもかっていうような展開があっての、
まあ本当にね、ゴジラ映画を見てね、初めてね、むっちゃ面白くてね、最後までね、集中力も途切れることもなく、すべてにおいて楽しめた初めてのゴジラ映画。まあその前のゴジラ対キングコングだって、ゴジラ対モスラだってね、まあそれなりにテレビで見てて面白いなとは思いましたけども、いかんせんこれはね、映画館で見たんですよ私ね。本当に映画館で見て本当に面白いなと思ってね、まあ、初めて人に勧めることができるようなゴジラ映画、いや騙されたと思って見てみみたいなことが言えるようなね、まあ、その映画の、まあ、前半に出てきたこの怪獣ビオランテ、沢口靖子さんの心の宿った、バラの遺伝子に沢口靖子、いや沢口靖子さんの 役名忘れちゃいましたけどね、エリカだったかな、なんかそういった女の人の遺伝子を組み込んで、それをゴジラ細胞に融合させたなんちゅう、なんかそういったようなね、なんか恐ろしい、キメラなんちゅうね、名前も付けられてましたけども、そういったあの合成怪獣みたいな感じなんですわ。まあそんなところでね、もうちっちゃいものだったのがあっという間にでかくなっちゃってっていう、いやーというところでね、ビオランテも持ってますよ、ね、よいしょ、ね、こちらの方が、まあ、通常版のビオランテっていうかね、まあムービーモンスターシリーズで出ていたもんで、まあ通常発売もされてるし、結構安いですよねこれはね、まあ1500、600円も出せば買えちゃうのかなってね、まあ中古ショップ行ったらね、2000ぐらいで売ってたんでね、いやでもアマゾンでもっと安く売ってたような気がするなぁなんて思ったら、1500円ぐらいで売ってたもんですからね、まあそういえばゴジラ対ビオランテってすごい好きな映画だったんだよなっていうのがあって、思わず買ってしまったっていうね、まあそれも中古ショップでね出会ったこいつのせいなんですけど、まあこれはね残念なことにゴジラ対ビオランテバージョンじゃなくて、これはね、1998年という、まあ、ゴジラアイランドとかの時代っていうかね、東方怪獣シリーズって言われてるものがムービーモンスターシリーズになる前のシリーズですねのものなんでね、ちょっとね経路が違うんですけども、まあ、その前に売っていた、まあ、当時ものですね、これがあの、1992年、まあ、ゴジラ VS モスラの時に発売されていたソフビということでね、これをまあ縮小したものをね出したんでしょうね。まあこれね、それがまあこれはねムービーモンスターシリーズなのか東方怪獣シリーズなのか、まあゴジラアイランドのシリーズなのかっていうのがねタグがないんでね出所不明になっちゃいましたけども、まあそのムービーモンスターシリーズの前身となったっていうかね、ムービーモンスターシリーズとしてもこれ売っていたもんですわ、当時価格700円、まあ、こっちの方はね分かんないですけどね、まあ、こっちの方はもう、2017年って書いてますし、まあ、2002年に何らかの形で1回発売されたのかな、なんかそれでまあ2017年に、あこれ違うか、これ分かんないなって言ったかな、まあ、最近作られたってことですね、2022年の2月に作られたっていう意味かなこれは、ですかこれむっちゃ最近じゃないですかね作られたの、まあ、ちょっとごめんなさいね超適当な知識でね、2017年チャイナって書いてますけども、まあ最近のもんですわ、まあ最近のもんだけあってね、そんな感動する要素とかはなかったんですけどね、とは言ってもやっぱりビオランテ好きな映画でもあるということでね、まあ、ゴジラの中で今のところやっぱりダントツで、ビオランテを見たとき映画館でねの興奮とかもうなんかいろんなことを盛りだくさんすぎちゃってね、まあ、確かにね最近のねマイナスワンも良かったしシンゴジラも良かったんだけど、やはりこのこいつの感動は超えられない、これはね本当に、まあ、1989年か、あの時代を生きた人じゃないと味わえないもんだと思いますよ、なんかねあの時代に映画館で見に行った人がねどんだけ驚いたかっていう、それ前のゴジラ映画と全然違うよってところで驚いちゃったっていうようなね、まあくだらないヨタ話はそれぐらいにしての、ソフビとしての評価なんですけどもね、まあ、すごくねこの色合いとかがね、まあ、シャドウの吹き方とかも凝ってて、この口、ね、花びらの中にある口とかはねちょっと淡白な作りですけども、鼻のちょっとした感じとかもねすごくいい感じですし、
これね、花もね、これ観着なんですよ。これくるくる回るんですよ。くるくる回る、観着で回る。でこっちの葉っぱもね、接着されてないんですよ。接着されてない、いつもだったら接着しそうなところなんで、観着でね、くるくるこっちの葉っぱも動くし、この触手もちゃんと動きます。根元のところでね、ここのところでくるくる回るし、こっちも回る。うん、あれ接着剤使ってないのかなと思ったらですね、裏の方がこんな風に2つのパーツになっていましてね、なんかこの辺でなんか前と後ろでね接着してあるっていう、まあ、この辺はなんかヘドラかなんかと同じような作りなんですけども、接着面があまり目立たないと言いますかね、もうなかなか装備として優秀な作り方っていうか、接着はあるけどもなかなかいい作り方、そしてあとはねタグがねとにかく美しい。ここのタグがね合わせてくれたのが非常に嬉しいですね。こっちのね、ビオランテのタグとこちらのタグがね非常に似通っていて、非常に美しい。2018って書いてるし、こっちはね2023、ちょっとね時代が違いますけども、まあ一点ねちょっと残念なところは、このお腹の中のねモールドがねいまいち雑ここの中でもこんなもんなのかな。なんかねこっちがねなんかすごいオレンジオレンジしてて、ね、モールドがあるようなないようなね、もうちょっときめ細やくてもよかったんじゃないのかなって。ビオランテの方はかっこいいんですよ。このなんかね、メタリックなオレンジでね、なんかいかにも光ってますみたいな、まあ、ちょっと光ってるところがねちょっと少ないのがね、もっと上の方までねちゃんと塗ってくれればよかったんですけど、ちょっと一部分しか塗ってなくてそこは残念なんですけども、メタリックオレンジがね非常に美しい。でこっちはね淡白な、もうオレンジっていう、本当に白塗ってオレンジ塗りましたみたいな感じで、ベタっていう色がねちょっとそこだけはね、でもまあまあまあそこだけで結構ね他は素晴らしい出来かなっていう感じですわね。まあ、ここにね、ゴジラを入れてあげるともう最高じゃない。なんか、いいねいいね、本当にいいねこれね、これがね、年末にはね、お役御免となって正式な、ビオランテゴジラ、ね、今度のやつは極みですからね。ここに極みが乗っかるというところでもう非常になんかもう年末にかけてテンション上がっちゃうなっていうね、やはり好きな映画のねゴジラ最高傑作と言われているようなものがね今度発売されるっていう、もうポチっちゃいましたかね。それが年末に届くっていうだけでもね、今年の正月はねお祭り騒ぎですよ。まあ他にもいろいろとね届いたりもしますけども、ということでね、まあちょっとスーパー X2 も欲しくなっちゃうよね。まあちっちゃいのがありますけどね、まあそんなところで、まあ本当にこれはねおすすめできます。久々にねこの塗りがねすごくいいなって感じがしますね。ちょっと背中の方までねサクッと塗ってあるっていう、まあ造形的には普通の怪獣と違いますからね、地味っちゃ地味だしね、花じゃんって感じはしますけども、まあ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 これはねいいですわ。いいね、こうやって飾って、まあ、同時に出るわけじゃないですけど、ね、これがこうなるわけですからね、同時には出るもんじゃないですけども、まあなかなかね、こういう飾り方もできるっていうところが、まあ、ゴジラ対ビオランテ見て衝撃受けた方って非常にいるんじゃ多いんじゃないかなっていうね、ゴジラ映画としてのね初の娯楽に振り切った作品、もうリアリティがどうのこうのとかね余計なこと考えずにね娯楽なんとにかくね、女の子と一緒に映画見に行っても楽しめるように作ろうみたいなところがね最高にね面白かったわけですよ。その楽しい映画作ろうっていうね、今までのゴジラ映画とはなんかその目的がちょっと違うっていうところなんだけど、新しい時代を予感させるみたいなところがあって非常に面白かった。まあ本当にねこれからねなんか平成って時代がすごい楽しいことがいっぱいあるよみたいな感じの映画だったんですよ。それに比べるとね将来真っ暗だなみたいな、本当に明るい要素もうちょっと欲しかったよねっていうところだよね。なんかねそういったものは感じないですね。やっぱりね時代を反映するんだろうなっていうところは思ってしまいます。それではまた今日はね、久々にね装備が届いて
おおって感じでしたね。なんかね、この間のチタウンザウルスもね、非常にテンション上がりましたけども、今回のねこのピオランテゴジャストアから届いたもの、やはりのゴジャストアで作っただけあって、通常販売のものよりもちょっとあの監修とかね、うん、もうちょっとここをなんとかしましょうよみたいな感じでね、バンダイさんと交渉したりなんかするところがね、うん、やっぱりそのひと手間がねちょっと効いてるのかなと思いますよね、やっぱりね。普通にバンダイさんだけで完結したものをゴジアストアで売るっていう、こういったものはそうだと思うんですけども、そういったところとは違って、ね、バンダイさんに、ストアの方からなんかこうしましょう、ああしましょうみたいな提案が来て、出来上がった試作品とかをね、もうちょっとここなんとかなりませんかみたいなところの、ね、試行錯誤っていうのがあると、やっぱりワンランク上のものができるような気がする。これもね、普通にバンダイさんがね作ってたんだったら、ここまで持っていけなかったような気がするし、造形的にもここまでいけたかどうか怪しいなって感じがするなっていうところでね、やっぱりゴジアストアさんちょっといい仕事してるなとは思います。まあそんなところで今日はご視聴ありがとうございました。失礼します。